収穫あったか？ヘルダルフが苦しみや痛みを持ってるのは分かった。まるで呪いみたいだったね。なるほど、永遠の孤独に縛る呪いか。うん。あの時かの者は私たちとの開口でスレイさんの心をなぶって落ちた同士へと誘おうとしていました。ですが後にはスレイさんに同胞にならないかと手を差し伸べてきましたわ。最下の剣士が同士に手を差し伸べるか。俺知りたい、ヘルダルフがどうしてあんなことになったのか。けどそれはおじさんのタブーに触れるんだよね。僕らはそれがどういう意味を持ってるのか分かってない。勝手なことを言っているんだろう。だがやっぱりダメかな。まあついてきな。メイビンさん、本当に語り継ぐ物語も未来がなくなっちゃ意味がない。そのためだな。こんなでっかい石碑にびっしり何か書いてある。神代の時代のものか。初めて見るものだな。またなの、この遺跡オタクどもめ。この石碑はただの人にとっては特に意味のない石くれだが、刻意の語り部は真の機能を発動させられる。刻意の語り部。刻意の語り部は人、天族、兵馬、同志や最下の剣士の物語を後世に語り継ぐ者。俺はその運命を背負った一族の末裔だ。語り部は公平であるために時代の趨勢に関わるのを禁じているが、俺も覚悟を決めたよ。それは大地の記憶。まだ他にもあったのか。他のはともかく、こいつだけは人に見せたくなかったんでな。俺が先にいただいておいた。ではそれが。そうだ、最悪の始まりが記憶されている。お前らに最悪の始まりを体験させてやる。感じてこい、光と闇を。全員石碑に手を触れろ。そして目を閉じるんだ。プワシャスクウィスクワスクワブエクファウシコイオーネム。これは答え合わせじゃない、ただ感じてこい。いいな。どうなったんだ？どこここ見たことないとこなんだけど。最悪の始まりを体験しているんだ。つまりここは始まりの村カムランか。ま、進んでみましょうかね。反対の反対。なんか人が集まってる。本当だ。将軍、こんな生活をいつまで続けさせるつもりだ。ハイランドの信仰から守っているのだ。むしろ感謝してほしいのだがな。どうしよう。え、この人が先代の同志？あなた方が来てからの半年、こんなのは守ってるなんて言いません。軟禁です。それにハイランド王国が動き出したのもあんたたちローランス軍がこの村を接収したからだろう。聞こえてないみたい。あくまで大地の記憶が見せてるものですもの。この村の戦略的価値を同志の起こした村というだけで看過できはしない。それはどの国でも同じことよ。
時間の問題だったと。ハイランドの青きバルキニーの台頭ぶりを思えばな。もういい、行ってくれ。ミケル様、いいんですかこのままで。あいつらマオテラス様の神殿まで砦みたいにしまったんですよ。どれだけ天族を冒涜すれば気が済むんだ。兄さん、ミューズ、案ずるな。カムランは確かに北の国境線としては重要な位置にある。ここを抑えたら両国とも自在に首都に兵を進められる。彼らもないがしろにはしないはずだ。信じるんですか、あの将軍の言葉を。彼らがどうであれ、私たちが信じるのを忘れてはいけません。家族を持てぬ同志の我が身、みんなやミューズは私が守る。必ず。始まりの村はヘルダルフに接収されたんだな。そして戦火に巻き込まれていったんです。まあでも確かにほっとくわけないよね。ミクリオ、どうかしたか。ああ、これじゃマオテラスに悪意を向けてるも同然だな。加護が失われて当然だ。まだ先はあるだろう。神殿の方に向かおう。うん。ローランスはミケル様がマオテラス様を連れ出したことに気づいてるんじゃ。いや、ローランスとしては北の大国への牽制の意味の方が強い。海戦の名目が欲しいんだろう。馬鹿げてる。全くだわ。でもそれが人間だな。これだけはいつの時代も変わらないね。同志様の話だと神殿が汚されて村の加護がなくなりつつあるって。まさかマオテラス様が兵馬に。同志様を信じよう。命に代えてもそれだけは阻止すると言ってくださってるけどよ。同志様を失うぐらいならいっそみんなで疎開した方がいいのかもしれないぜ。ミケル様にそんなことができるわけがありませんわ。ああ、同志だからね。マオテラスを汚れの最中置き去りになんて考えもしないと思う。スレイさん、こんな固い中の村が北の大国制圧の足がかりになるのなら、同志謎にいくら疎まれても安いものよ。何事だ。敵の襲撃です。北の大国が来たか。いえ、ハイランド軍のようです。なかなかに釣られぬものよ。兵をまとめろ。撤収する。反撃しないのですか。ハイランドとの小競り合いに兵を失えと。愚の骨頂よ。こうなってはこの村はただのゴミくずってことだ。撤収するぞ。伝令急げ。ありえない。村の人たちの幸せを何だと思ってんだ。この村が滅びたのはこんなくだらない理由だったのか。適正収録だ。やめろ。スレイさん、干渉できないのはより虚しさを強めるよ。ヘルダルフは何をしているんだ。ヘルダルフは村を捨てて逃げた。ローランスの犬が、こんな山奥でこそこそと。あっちにもいるぞ。どうしてこんなことに。同志様、ミューズ様が神殿に。なんだって。ローランス軍に救助を求めに。けどヘルダルフはもう逃げてる。ミューズ、無事でいてくれ。神殿に急ごう。あ、お待ちください。
同じ同志という立場からスレイさんがあのお方に感情移入することはわかりますわ。ですがメイビンさんの言葉を思い出してください。ミクリオさんも。すまない、ただ結末に嫌な予感しかしないんだ。今まで知ったこと十分繋がった感じするもん。それでも見届けなきゃいけないんだ。行こう。ああスレイはともかくさ、ミクリオもなんからしくない。当然ね、あの子じゃなくても気づくもん。だな、それが嫌な結末に繋がってるならなおさらってやつ。みんなも感じてたんだ、ミクリオと同志兄弟が似てる。行きましょう、もうすぐ全てわかります。失われた魔を照らすは氷魔と化し、この子一人の男のくだらぬ野心のせいで。イーサー待って、やめて、お願い、イーサー。この最悪をもたらした者に永遠の孤独を。エルダルフ、自らが生み出した地獄を背負え。こんな答えになってしまったよ。止まれ。この撤退を予見していたか、青きバルキニーの陛下。落雷だと将軍、ヘルダルフ覚悟。うお、なんだと。うお、うお、なるほどな。ヒゲ猫は氷魔になったんじゃない、氷魔にさせられたのね。しかも最強の呪詛をかけられたものとして。そんでそれをやったのが先代同士か。それじゃ僕は。ここは広場あたり？終わらないのはまだ先があるってことね。まだあるのか、ミクリオ。そろそろ全部だろう。ちゃっちゃと見て帰ろうじゃないの。なあ。めっちゃへこんじゃったっぽい？そりゃ、な。なんかごめんね。あたしそんなへこんでなくてさ。そんなの気にすることじゃないだろ。仲間がへこんでる時に自分がへこんでないのって。やっぱ私なんか抜けてるんじゃないかなって。ロゼ、スレイの言う通りだ。気にすることじゃない、むしろその、うん、だな。ごめん。え、
俺たちこそそんな心配かけちゃってさ。もうしばらく気持ちの整理に時間はかかるが大丈夫だから安心してくれ。了解。なんということじゃ。汚れがひどくて気分が悪くなってきた。このありえないほどの強大な汚れはやはり。では魔を照らすが。この災厄が影響して早産となったのであろうか。母も子も報われんの。これも絵にしか。人間の子ですよ。この世に生まれ落ちた瞬間にあるのは器の差だけのことよ。ですがこれほどの未熟児もって数ヶ月では。かもしれんの。善来様。おお、ミューズか。何が起きた。詳しい話をしている時間はありません。汚れが伊豆地に流れる前に封じなければ。その子はセレンの身ごもっていたなんて。魔を照らすをこの地に縛るため伊豆地への道を封ずる人柱になる気じゃな。だがの大地を器とする魔を照らすじゃ、ここに留めることはできてもそれは気休めに過ぎん。それでもこれは人間の私たちが招いたことですから。同志は。同志、ついに耐えてしまうのか。かもしれんが、エニシが希望をつないだのも。その子たちを同志と陪審となるよう育てるとおっしゃるのですか。人と天族の赤子が共に成長すれば、あるいはの、すべてはこの子ら次第のこと。希望を確かに預かった。じいじ、ありがとうございます。善来様、さようなら。ミクリオ、私の坊や。じいじ。スレイはあの村の生き残りだったんだ。んで、ミクボーは報じられて天族になったんだな。生贄だったわけだ。泣いてもいいけど。泣くわけないだろう。驚いたけど悲しいわけじゃない。魔王テラスの居所も分かった。あとはどんな答えを出すかだ。ああ。で、答えは出たわけ。どうしたいかは決まった。それが答えって言えるのかは分からないけど。ではメイビンさんにも聞いていただきましょう。見当たらないよ。ついさっきまで石碑の機能を発動させてたんだ。そのあたりにいるだろう。そうだな、探そう。戻ったな。なんでこんなとこに。何、石碑が傷つくのは避けたいんでな。どうだった。誰が悪いってくくれないけど、誰も正しくなかった。そう感じたよ。
そうか、それが分かりゃいい。あとは答えだ。聞かせてください、スレイさんの答えを。俺、ヘルダルフを救いたい。俺が同志だから最下の剣士を沈めるんじゃなくて、先代の同志ミケルの後始末でもなくて。やっぱさ、汚れて氷魔になった天族は救うのに、汚れのせいで不幸になった人は自分の責任ってほっとくの、なんか違うと思うんだ。それがスレイさんの答えになってるのかな。ヘルダルフのような人間はいくらでもいる。あの事件では全て悪い方向に繋がっていっただけだ。ヘルダルフに同情すんなとまでは言わないけどさ、平和な村をあんな事件に巻き込んどいて何の報いも受けないなんて、そんなの絶対おかしいし、今ひどいことしていいってわけないと思うけど。ああ、それは許せないよ。確かに絶対止める。その上で奴を救うってか。人と天族両方とも幸せにするには、ヘルダルフみたいに氷魔にさせられた人も救えないとな。そうか、君は本当にバカね。うん、そういえばスレイはこんなやつだった。はい、スレイさんはこんな方です。そういうことらしいぜ、ポーク。あいつにとっての救い、それは孤独を終わらせることだ。この意味が分かってるのか。命を絶つってことかもしれないな。スレイ、できますの、スレイさん。だな。重要なのは答えよりもむしろそっちだ。はい、重要なのはもう迷わないか、いえ、自分の導いた答えを信じ抜き、それに至れるかですわ。そのために何が起きようが、どんなことになろうともな。何、決意を戦いで証明してみせろって感じ。平たく言えばそんなところだ。時に取り残された者を倒すには力のつながりを断つしかない。その方法を示してみろ。時に、まさかベイビー、力のつながりを断つ方法だって。永遠の孤独は呪いか。なるほどな、おじさん。さあ見せてみろ。手加減不要、これは遊びじゃないぞ。けど力のつながりを断つ方法なんて。それにその方法を使ったとして、おじさんはどうなっちゃうんだよ。お前らが迷うもと、分かったな、蹴りつけろ。メイビーさんの思いを無駄にしないで。見たいのはそんな表面上の強さじゃないぞ。本当に不死身なのか。もう分かってるんだろ、俺を倒す方法を。ああ、仲間を意志ある攻撃にして打ち込み、力のつながりを打ち抜けばいいんだろ。デゼルがやったっていう。なぜそれをしない。俺は氷魔じゃない。今その方法を使っても仲間が汚れに飲まれる心配はない。認めたくないか。俺にその方法を示すってことは、ヘルダルフもそれでしか打てないのを認めるということだからな。なんか他の方法ってないの、おじさん。ない。ライラの浄化の力といえど、ヘルダルフほどの汚れが払えるものか。経験したろ、スレイ、ロゼ。お前らは命を計りに乗せられると途端に揺らいでしまう。仲間の命ならなおさらな。だがそのせいで迷い、迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれないだろう。それじゃあ美徳が悪徳に変わっちまう。ですが信じた答えに準じれば、もし失敗しても必ず再び立てます。恐れるべきは失敗ではありません。失敗を恐れ、
答えを信じられないことですわ。ライラン。さあ、スレイさん。茶番にしたいのなら終わらせてやる。示せ、言葉だけじゃないと。信じる心を決めさせてもらうぞ、ガトー天皇人。ライラ、残念だったな。こいつら分かっちゃいないみたいだ。無駄だったな、すべて。いえ、もう少しですわ。時に自分の無力に怒りを覚えても、時に仲間を失って悲しんでも、道を惑わせようとする悪意にまみえても、ちゃんとスレイさんたちは自分たちのままここまで来たのです。悩みながらも汚れることなく、みんなでここまで。大した女だ。言っとくわ、私は後悔したくないし、させたくもない。スレイ、ローゼちゃん麻痺しちゃったん？兵馬とやり合ってる限り基本命がけだろ。今さらじゃねえ。エドナ、ザビーダ。ロゼ、二人の言う通りだ。スレイ、レディーレイクで僕が言ったこと覚えてるか？僕は足手まといになるためについてきたんじゃない、そう言ったよな。改めて言った方がいいかい？いや。同志スレイが信じる答えはきっと最悪の時代に終焉をもたらしますわ。さあ、僕たちにも見せてくれ、スレイ！みんな、いい仲間じゃないか。ああ、行くぞ。来い。集中力が高い。メイミン、これが答えだ。おじさん、メイミン。受け止めてやるまで持つと思ったんだが。メイミン。メイミンさん、ごめんなさい。あなたもバカね。違いない。だが後悔はない。どうしたんだ、何言ってるんだ。おじさん、禁忌を犯したからだ。制約で得た特別な力はそれを破れば消え失せる、そういうこと。それじゃ最初から。ライラを責めるなよ。お前らのためにこれが正しいと信じたんだ。俺も自分で決めた。俺も信じるよ、自分の答え、仲間を。そのためにやらなきゃいけないことを迷わない、後悔しないために。そろそろお別れだ。俺、メイビンに教えてもらったこと絶対忘れない、ずっと伝えていく。スレイ、お前、俺が見取られるなんて考えたこともなかった。ありがとう。行こう。カムランだね。ああ、マオテラスはそこにまだいるはずだ。とにかくまずはイズチへ。カムランへ通じる道があるはずだ。
村が崩壊した直後にジージが駆けつけてたし。そっか、カムランってイズチの近くだったんだ。おそらくね。それだとハイランドとローランス、北の大国にとって戦略的に重要という条件にも合う。ま、そうだろうな。ただしカムランへの道は封じられてるみてえだが。僕の母によってね。泣いても泣かないって言ってるだろ。いよいよ決戦ですわね。終わらせましょう。だな。聞いたか、また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガンと盆地あたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。本気の戦争。まずい、前以上に汚れが集まったら。それこそが狙いなのでしょう。ヘルダルフ、行ってみよう。グレイブガント盆地あたりだし。クセラン騎士団の被害報告。負傷118、死亡3点。俺の包帯が取れるぞ。伝令、敵部隊に死傷約50を与えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょう。両国の本隊同士の衝突ならこの程度で済むはずないもんね。この程度って。白王騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白王騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだな。ペンドラゴで捕まっちゃった。数奇教の暗殺の容疑、僕たちがハイランドに頼まれてやったって。なんで、あれは私が勝手に。ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は開戦の大義名分を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば。従軍すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん、逃げるのが精一杯だった。覚悟はしてた、そういう仕事だから。けど行ってもいいよ、ロゼ。止めないとヤバいじゃない、戦争。けど大義名分を得たらやることは決まってる。証拠隠滅だわな。放っとけないんでしょ、どうせ。家族は大切ですもの。自分で言ったじゃないか、ロゼと俺の仕事は違うって。ありがとう、行ってくる。私たちはどうします。風の骨救出と戦争、どっちも何とかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺は
ここら辺洞窟を通ってハイランドへ抜けられたよな、確か。ラモラック洞穴ね。信じられるかよ、勝手なことばかり言いやがって。そうだ、戦ってハイランドを追い返せよ。頼む、落ち着いて聞いてくれ。すまない、回線を止められなかった。まだ最悪じゃないよ。うん、なんとか最小限の被害でとどめたい。そのために住民の避難を。何が避難だよ、逃げる前に戦え。父ちゃんと兄ちゃんを殺したハイランドと。あんたは和平派だったよな、避難とか言ってハイランドに町を明け渡す気じゃねえのか。そんなの嫌だ。違う、本当に危険なのだ。ハイランドは全軍を挙げて侵攻してきている。こっちも全軍で攻めればいい。それでは果てしない殺し合いに。敵を殺すのが騎士の仕事だろなあ、みんな。そうだ、ハイランドなんかやっちまえよ。冗談じゃないわよ、町も財産も明け渡すなんて。勝手なことばかり言いやがって。守れよ俺たちを。一度町を出よう。逃げるんじゃねえ、腰抜けが。売国だ。臆病者、誇りはないのか。戦いなさいよ、命がけで。町の奴ら、団長の気持ちも知らず勝手なことを。彼らの気持ちもわかる。先のハイランドとの戦いでは大勢が死んだのだ。それにしても住民の汚れが急に強まりました。別の原因があるんじゃないか。セルゲイ、俺たちも手伝うよ。わあ！ヒョウマ！セルゲイ、こいつらは。普通ではないな。だが隊列三の陣、ローランスの民を傷つけるなら引くことはできない。逃げろ少年。スレイ、僕たちも分かってる。邪魔をしないでくれたまえ。せっかくお膳立てしたんだ。全部お前の仕業か。早くサイモンさんの領域を破らないと。ああ、セルゲイたちを助けられない。見失ったか。いや、あっちに何かいる。はあ、なんでこんなとこに。何、敵を片付けたからさ。ザビーだ。うっと、いかんいかん、つい返事をしてしまった。風まで騙すとはすげえ現実だな。術者は間抜けだけど根が真面目なものでね。セルゲイの姿で何をする気だ。使い道はいくらでもある。邪魔だった本人も今頃兵馬に殺されているだろうしな。さあ来い、どうしよう。やりにくい。それが狙いだ、情をかけるなよ。分かってる、こいつはセルゲイじゃない。
これどうだ。まったく容赦がないのだな。お前はセルゲイじゃないからな。なるほど、あの騎士と同じ思考だ。友だから助けるが、敵なら殺す。汚れていなければ守るが、兵馬は消す。実に単純で素晴らしい世界だ、お前たちにとっては。何が言いたい。ただのエゴだと言っているのだよ。汚れの源であるエゴだと。そんなこと。私が煽ったとはいえ、住民たちの怒りや憎しみはごく当然のものだ。だがお前たちはそれを汚れと呼び消そうとする。同志の使命だの、騎士道だのの名目のもとに。さて、誰が保証するのだ、そんなお前たちが汚れていないと。違います、スレイさんは汚れてなど。違わないだろう、お前の知る先代同士も。使命でも誰かのためだからでもない。自分が信じていることをやっているだけだ。俺もセルゲイたちも。今さら開き直るか。今さらじゃない、ずっとそうしてきた。これからもね。皆に支えられてか。それがたゆまぬゆえんか。スレイさん、戻ろう。大丈夫さ、セルゲイも。スレイ、あそこ。終わったようだね、戦いは。セルゲイ、自分は大丈夫だ。だが、セルゲイ殿、事情は聞いた。この子を助けてくれたそうだな。俺、父ちゃんと兄ちゃんの敵討つつもりで。気持ちはわかる。だが、劇場に体で飛びかかるだけでは獣と同じになってしまう。それでもいいと思ってた。ハイランドの奴を一人でも殺せれば死んでもいいって。いいわけない。俺たちは人間だ、もっと別の道を見つけられるはずだろう。共に探してはくれまいか、皆が生きるための道を。わかった、話だけは聞こう。かたじけない。本当はな、スレイ、自分も獣のように戦いたいのだ。こんな嘘つきの自分はきっと汚れているのだろうな。汚れてなんかないよ。ロゼはどうしてるかな。無茶してないといいけど。無茶を期待しないのは無茶かもな。ペンドラゴに行ってみれば、そんなに気になるなら。ハイランド軍の陣地にアリーシャさんもいるんでしょうか。こんなことになって苦しんでるだろうな。馬鹿正直だものね、誰かさんと同じで。スレイ、ハイランドの陣地に行ってみよう。の準備急げ。勅命が下り次第、総力をもってローランス軍を殲滅する。これは同志スレイ、ようこそ我が陣地へ。ちょうどいい、間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者としてね。まさかアリーシャさんにそんな役目を。
バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。素直に届ければ対戦が始まり、拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。あなたは私を切るか。いいだろう。お前をローランスの刺客だと叫べば、勅命がなくても総攻撃の名分が立つ。こりゃ分が悪いぜ。どうにも兵たちを抑えるにはアリーシャの力が必要だ。アリーシャか。やってみるがいい。できるものならな。ここにいるの。陣地にアリーシャはいなかった。レディーレイクに行ってみよう。けどアリーシャさんを頼ればマルトランさんが氷魔だと教えることになりますが。傷つくわね、あの子。それでもアリーシャを頼るしか。戦いの邪魔ばかり。よくもハイランドの辛い文字が。急に何を。アリーシャ、さあ乱れ。スレイ、話は後。ライア、はい。重視契約復活させました。いや、お姫様、俺はザビーだ。よろしくな。あ、はあ。その顔、聞きたいことがあるって言ってるぞ。いえ、今は戦いに集中します。お姫さんに投了だ。おめでとう。はっ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 。とまあ、おおよそはそんな事情さ。そうですか。ザビーダの話ばっかりだぞ。まあ、おいおいね。兵士がなぜアリーシャを。私がもたもたしているからだろう。攻撃を命ずる、勅命を届けずにな。そこまで憎悪と不満が。見ての通りです。戦争は止められそうにありません。諦めるの。だってどうしようもないではありませんか。ローランスを撃てという王の命令、勅命は出されてしまったのです。そんなもの握りつぶしちまえば。都合が悪いなら。ザビーダ様、握りつぶすとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ、アリーシャにできるはずが。別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂い顔も嫌いじゃないしな。スレイ、戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。また力を貸してもらえないだろうか。本当にいいのですか。国に反抗することになりますわよ。承知の上です。わかった。アリーシャが覚悟を決めたなら嫌とは言えないね。ザビーダ様も頼りにしてよろしいか。けなげな姫のためとあれば。泣きそうな顔よりずっと好みだしな。諦めるのは早いよ。ローランスのセルゲイも停戦のために動いてくれてる。あちらにもそのような方が。幸い軍を指揮しているのはマルトラン先生だ。きっと先生も協力してくれる。どうした。それは無理よ。マルトランは氷魔だもの。え、最下の剣士の配下として戦争を煽った張本人なのよ。エドナ、
教えておかないとまずいでしょ。だな、後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ、冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いてアリーシャさん。そんな、マルトラン先生はずっと私を励ましてくれて。取り乱してすまない。会えばわかることだ、マルトラン先生に。また泣きそうな顔になっちまったか。スレイ、目は大丈夫だろうか。大丈夫、見えるよ。よかった、成長したのだな。けど少し霞んでる。少しって、戦いでは致命傷に。だとしてもこれはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今さらよ、うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし。行こう、アリーシャ。ああ、腕を上げたな、アリーシャも。ああ、鍛え直してもらったんだ、マルトラン先生に。そっか。先生、やっと気づいたか、私の正体に。なぜ。私が信じる理想のためだ。お前が使者だろ。総攻撃を命じる勅命を渡せ。では力ずくで奪うとしよう。来い、ここでは人目につく。ライラ、マルトランは何の兵馬なんだ。それが正体が見えないのです。わかるのは手強いってことだけか。強い美人か、相手にとって不足はないね。お仕事が控えている、手早く終わらせよう。なぜです、先生。この後に及んでまだ問いを吐くか。今見えているものが現実であり事実だ。そんな基本もわきまえぬ者が民を導こうなど少子極まる。理解はしています。では悟っただろう。お前の青臭い理想など一辺の意味も持たないという現実を、国にとっても民にとっても、もちろん私にとってもだ。だったらどうして私を支えるふりをしたんですか。二つだけ利用価値があったからだ。お前はハイランドとローランスを最大の力で衝突させるための道具だった。バルトロラを反発させ暴走させる役には立った。アリーシャの理想には意味も価値もあるよ。ああ、少なくともスレイは信じてる。
スレイさんだけではありませんわ。マナ弟子への最後の授業は邪魔しないでもらいたいな。邪魔が入るのが現実ってもんさ。そっちもよく喋るのね、この後に及んで。確かに、もはやかわすのは刃だけで十分だ。もう一つの価値のためにもな。アリーシャは下がって。わかった。やってみせる。隙だらけだぞアリーシャ。ライラ、こいつの弱点は。わかりません。この方は氷河の正体を抑え込んでいる。むやみにするな。高級の球技だ。爽快の全てを攻めるか。我が天は消え、赤き氷河に返らせよ。グランドレブ。ヒャこの方も浄化などされてたまるか。真に浄化されるべきはこの世界の方なのだから。もうやめてください。先生、あなたは最下の剣士に騙されているんです。どこまでも優しいな。私はそんなお前が。ヘドが出るほど嫌いだったよ。これが現実だよ、アリーシャ。あの方の理想に身を捧げた証、後悔はない。アリーシャ、もう嫌だ嫌だ嫌だ。家に帰りたい。知らないよ、戦争も国も民も。駆け口を言われるのも意地悪をされるのももうたくさん。王女も騎士もやめる。ナルトロでも誰でも勝手にすればいい。みんなのためにって頑張ってもいいことなんかなかった。何もなのに、それなのに思っちゃうんだよな、戦争を止めたいって。なんか俺も同じ感じだから。騎士は守る者のために強くあれ、神のために優しくあれ。先生の言葉が耳から離れないんだ。きっと私を騙すための言葉だったのね。あの人が嘘を言ったとしても、アリーシャが受け止めた気持ちは本物だろ。それで今ここにいるアリーシャは間違いなく現実だよ。俺が保証する。みっともない現実を見せてしまった。ハイランド軍のことは任せてくれ。最後まで青臭く足掻いてみせるよ。それが私だから。
かいね。素であんなセリフを。すまない。何泣いてるわけ？あなたまで。だって感動して。なんか言った？別に。ロゼはどうしてるかな。無茶してないといいけど。無茶を期待しないのは無茶かもな。ペンドラゴに行ってみれば。そんなに気になるなら。またやりやがったか。これで5件目だな。何があったの？知らないのか。ここんとこ毎晩貴族の屋敷が襲われてるんだ。それが妙な盗賊でな。襲うたびにあんな張り紙を残していきやがる。一緒に奪った金もばらまいていくんだ。残念だったな。もうちょっと早く来れば拾えたんだが。受けたくねえよ、悪党の施しなんざ。ロゼ、一人で無茶を。今気をもんでもどうにもなりませんわ。ロゼが動くとしたら夜だ。夜を待とう。